はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん新パックで私が唯一と言っていい手をつけていなかったテーマご存知でしょうか。はい、これがデュアルですデュアル、あのねきつい、正直きつい。これめちゃくちゃこのフィールド魔法強いの、このスピールド魔法スパークフィールドっていうカード、これめちゃくちゃ強くて書いてることやばいんだけど、サーチがなくて、このフィールド魔法。OCC の方では、なんかあるらしいんだけど、まあ、リンクスはね、相変わらず、歯抜け実装が、まあ、基本となってますんで、これめっちゃ強いんだけど、これサーチできなくて、なんかね、いまいちみたいな感じなんだよな、このデッキ。けどね、これ回った時マジ強いから、ちょっとこのデッキをね、今日はね、使っていこうかなと思っております。どういう動きをするかっていうと、まず、このスパークフィールドっていうフィールド魔法なんですけど、これ書いてることマジやばくて、このカードがフィールドゾーンに存在する限り、自分はレベル5以上のデュアルモンスターをなんか、召喚、リリースなく出せると。だから、8とか、まあ、6とか、まあ何でもレベルいいんですけど、適当に出せますと。バコンと出せる。で、このカードがフィールドゾーンに存在する限り、自分は通常召喚に加えて、自分のメインフェーズにデュアルモンスターいったら召喚できる。つまり、これが発動されていれば、レベル8をいきなり出していきなりデュアルっていうことができると。これマジ強いんですよ。例えばエビルデーモンさんとか、こいつもなんかこれが貼ってあれば、もう素出ししてポンって出してデュアルって言って破壊っていうことが言えるんですよ。これめちゃくちゃ強いですよね、このフィールド魔法で。さらにですよ、さらに、一旦に一度相手フィールド上のカード1枚を対象に取って、そのカードを自分のフィールド上のデュアル宣言されているモンスターと、一緒に破壊すると。でさらに、自分のフィールド上のデュアルモンスターは、相手のエンドフェイズに帰ってくるよみたいな感じなんですよね。だから結局このカードで、まあ、エンドフェイズに帰ってくるっていうことは結局、このカードの効果で破壊してるんで、なんか1枚得してるみたいなアドなんですよ。これがねマジ書いてることすげえ強いという話を今日はしたい。うん、で、まあ、もちろんサーチがないということは、サーチをしなければいけないっていうことがありますんで、今回はこのプラネットパスファインダーとかいう、もう一体いつのカードだよみたいなもういつのカードやんねんみたいなカードで、こいつリリースすると一応フィールド魔法持ってこれるんで、これで、サーチしていくと。一応最初はね、なんかフィールド魔法入れて、なんかサイキックリフレクターでエンシェントフェアリーとか出してサーチしてたんだけど、なんか遅くて、なんでちょっと頑張って、遅いっていうか枠がない、できないのってことで、これでサーチしていく。で、あとは、まあ、これをサーチできれば、まあ、結構展開はできるんで、あとスーペルビスとかをつけて、なんかその、いろいろやっていくみたいな感じですね。で、新規カードとしては、ですね、これですね。エクシーズモンスターのこの、超化合獣メタンハイドっていうモンスターなんですけど、これ8、デュアルモンスター ×2 っていうのがすげえ厳しい条件で、出てこれるんですけども、これね、結構ね、このね、後で言うけど、バーンアウトっていうカードで、出すことができるんですね。で、この超過50メタハイド何するかっていうと、まずエクシー召喚に成功したら自分の墓地のデュアルモンスターを特殊召喚できるよっていう、まあ、単純に1枚カードが増えるということで、まあ強いですよね。で、エクシーズ素材を持ったこのカードがフィールドゾーンに存在していて、相手は自分のフィールド上のデュアルモンスター攻撃対象にできないし、効果の対象にもできないということで、まあメタハイドが出たらメタンハイドしか、なんか月の書したりとか高圧したりとかはできないと。で、さらにデュアルモンスターが召喚に成功したとき、これがすごい面白いんだよね。デュアルモンスター、こいつがいる状態で隣のデュアル、例えば隣に、まあ、エビルデーモンがいたとしましょう。エビルデーモンがデュアル宣言をしましたと言ったときに、このカードのエクシーズを一つ除くと、相手は自身の手札、フィールドのカードを1枚、墓地に送らなければならないと。だから、相手に強要できるんですよ。1枚カードをお前送れと。フィールドから、もしくは手札から。まあもちろんね、これ自分で選択することができないんで、なんだ、対象にとって除去するとかはできないんですけど、相手に許容するっていう、効果が、結構その突破できないモンスターとかも突破できる可能性があるということで、まあ、割と強いですね。で、しかも、このカードがあれば、デュアル宣言2回くらいできるんで、一旦に。だからこれを出せれば、まあ、一旦2回、デュアル宣言をして、2回相手のカードを、なんか、相手の手で墓地に送らせるっていうこともできるんですよ。これ、ね、ワンチャン強いです。はい。で、バーンアウト。最後のね。このバーンアウトは、加護獣モンスター自分のフィールド上の表側表示の加護獣モンスターを除外するとデッキから加護獣モンスター2体を特殊召喚できるよっていう、なんかすげえ強そうなこと書いてあるんですよ。で、加護獣っていうのは何いるかっていうと、まあ、今回いっぱい入ってるんだけど、例えば、まあ、ヒュードラゴンとか、
まあ、大王鬼神とか、この辺のモンスターを出してきて、で88に並べて、メタンハイド出したりとか、まあ、エネアードしたりとか、あとこの通常モンスターなんでデュアルっていうのはフィールド上ではあのデュアル宣言しなければね、なんでサンダーエンドドラゴンとかも出せるみたいな感じのギミックになっております。で一番アドバンテージを稼げるのはこいつなんですよ。加護獣カーボンクラブ、このカニさんがデュアル宣言をした場合、自分のメインフェーズにデッキからデュアルモンスター墓地を送ってサーチできるっていう、デッキからデュアルモンスターを、だから愚から埋葬しながら、1枚サーチしてるんで、これめっちゃ強いんですよね。だからこれは3枚と思ってます。はい、ちょっとね正直マジでデッキのその動き方としてすげえ遅くて環境に対抗できるかはめちゃくちゃ怪しいんだけど、使ってるとすげえ楽しいデッキなんでね、皆さんもぜひ使ってみていただければと思います。なんかこれが配布されてないっていう噂聞いたけど、みんなこれ持ってるかな、2枚くらい、うん、まあ、ちゃんとねリンクスを真面目にやっていただければ3枚くらい持ってると思うんで、頑張ってやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ誰やねん、お、デュエルストライブラップするじゃん、やった、神ゲー使いこなしてみせる。マジで誰やねん選手権なんだけど、私も知りたいマジでさ、俺やってることマジ誰やねん選手権なんだよね。でかスパークフィールド発動、このハンドはちょっと強いな。加護獣カーボンクラブを召喚、カーボンクラブの効果を発動、デュエ、そしてカーボンクラブはデュアル宣言をデュアル状態の場合、デッキから愚かな埋葬をしながらカードを1枚サーチ切るとかいうマジぶっ壊れカード、レビルデーモンでいいかな、レビルデーモンを送って、そして加護獣オキシンオックスを手札に加え、そして俺はこれでターンを終了行くわ、私のターン。これが強い動きってやべえよな、これが強い動きってやばくないですか。カードを捨てる、マジで、でもこれが強い動きなんですよ、このデッキの。モンスターを通常召喚するだけだから、なんかなんかサモンチェーンみたいなやつ入れたいな、あのチェーン組めばだけど、チェーン組まねみたいな、このデッキだ、サモンチェーンみたいなカードを入れて、なんか召喚権めっちゃ増えれば強いよ。でアロマガーデニングきた、アロマガーデニングきた、でバトルフェーズ、あーはい、OK です、でも全然いい、さい、 OKOKOK、 アロマガーデニングはいい。で俺のターン、ドロー、カーボンクラブきた、カーコンビニクラブ、俺は加護獣オキシンオックスを召喚、加護獣オキシンオックスの効果、デュアル宣言をすると、手札からデュアルモンスターを特殊召喚し、そのモンスターとレベルを同じにすることができる。分かっていたわ、なに、潤いの数はいい、潤いの数はいい、で好きな、アロマモンスターを手札に加えることができる、いいだろう。さあこれは手札誘発系か、破壊されると出てこれるやつ、あ、ローズマリーの方、なるほど、ローズマリーの方いいですね。やはり低レベル帯っていうのはなかなか、熱いデュエルが展開されますんでね。そして俺はライトニングロードエビルデーモンを特殊召喚、エビルデーモンを特殊召喚、そしてレベルを6に合わせていく。いやでもこれ多分ランクロックするよりも多分潤いの風破壊しちゃった方が強いと思うんだよね、これ多分。これはこれを破壊してしまった方が強いと思われる、こうだな。出たスキル発動、キズナの力バトルフェイズ、うわー、よしで200回復はいい、オッケー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 。で相手ローズマリーいるから、ローズマリーで召喚して回復して横にして殴られるのは別にいいわ、そこまではいい。いやあのデッキそんなに展開力がない、アンゼリカオッケー、アンゼリカはいい、回復もいい、全然いい全然いい全然いい。ちょっと待って魔法トラップカードをとにかく割り続ければいいんですよ、アロマっていうのは。それができれば、それができるんですよこのデュアルモンスターっていうのは。そのスパークフィールドっていう最強のフィールド魔法があるんで、アロマージュローズマリーは回復するとモンスターの表示ステージを変更できる。で植物とか殴る場合、なんかそのモンスターの効果発動できないみたいな効果持ってますローズマリーちゃんは。あと太ももがめっちゃエロいです、はい、見てください、エロい、エロ、はい、これで攻める、それ破壊されるのはいいわ、オッケー。でスパークフィールドで、戻ってこられるんですよモンスターが、エンドフェーズにね、相手の、あ、いらねえゴミいら、マジいらねえ。スパークフィールドで、これスパークオキシンオックス出していくしかねえ。オキシンオックスの効果でカーコンビニクラブを出していく、カーコンビニクラブ出して、でカニデュアル、カニデュアルでカニ効果、いやこれなんだろうな、いやでもまあ言うて8か6だな、多分言うて8か6、言うて8か6、こっちかな、これでこうしてだな、でスパークフィールド効果、そうスパークフィールドの効果によって、これは前だな、これは前、前を破壊しよう、回復されるのはもう最悪しょうがない。あー、オキシオックスの方が嫌だな、
目視あでも横2100かこうだなこうしてでアロマガーデンに行こうか旋回復はいいターン終了行くわ魂してるよかなりいい試合してるねいい試合してるよこれは遊戯王してるよなかなかねランク戦では味わえないね遊戯王をしてるよこういうデュエルをフリー対戦でしてんだよな俺は俺のターン なんかこのゲームフリー対戦ゴミだからよ終わってんだよこのゲームフリー対戦、まあ、とりあえずカーコンビニクラブデュエルいや違うなこれはオキシンオックスの効果でまず大オキシンとかいうなんか災害を出していけばいいんだ災害を出してレベルを全部8にするやはり来たわ、ね恵みいいだろうオッケー相手にとって不足はねで墓地からアロマモンスター行ったら特殊召喚できると行こうかいいだろうさあ相手で分かってねえぞこっちのデッキこっちの動き俺はお前のデッキの動きは分かってるけどななんでかって遊戯王デュエルリンクス実況者だからだよ遊戯王デュエルリンクス実況者はな全部のデッキの動きを把握しなければならないなおプリングはついてこない大オキシンデュアルで大オキシンで1枚破壊カナンがマジどうでもいいんだよなカナンがマジでどうでもいいこれランク8これさあれだわ分かったわこうしてでだな恵みの風まで取れず割るでこれはデュアル宣言してるこのなんかオキシンオックスとかいうマジどうでもいいモンスターを叩き割ってでだなさらにここはこれはこうしてここでメタンハイド出していくメタンハイド出していくでメタンハイド効果墓地のデュアルを特殊召喚そしてエビルデーモンもデュアルデュアル宣言に成功した場合メタルハイドの効果お前自身の手で手札またはフィードのカード墓地に送りなこれがメタンハイドの能力そしてエビルデーモンの効果ライトニングブレードそして俺はスキルを発動していく砂の力うおよっしょらーおらーしょらー田中だ強いメタンハイドくんメタンハイドパイセン強いです非常に強力はいセットいいだろうおいいのかそんなことして俺様のメタンハイドはデュアル宣言に成功した場合お前のフィールドまたは手札のカードを1枚墓地に送るぜオキシンオクソデュアルメタンハイドの効果発動お前のカードをお前の手で墓地に送るんだなさあどうする強え押してるいいぞ押してるそしてスパークフィールドの効果発動スパークフィールドの効果でお前のフィールド上のカードを1枚選択しそのカードを破壊する恵みの風あいいだろう全ライフ払いモンスターを特殊召喚かいいだろういいだろう何をそっちかオッケーいいだろうこれはもうオキシンオックスいなオキシンオックスなどいらないさらにデビルデーモンの効果アルティメットライトニングブレードおっしゃおらスキル発動だボゲーデュアル楽しいなんかいろいろプレイングがあるんで意外とこれちょっと難しいですねこれさちょっとすごいやってることめちゃくちゃ強いんですけどなんかプレイングガバすぎるかもしれません初心者なんで許してくださいデュアル流星粒子のようにやばい負けるとデュエストレベルダウンまずいくそこのデッキどんだけ弱いこのデッキどんだけ弱すぎる反応助けて助けて魔法カード1枚ぐらい来て俺のいや本当にねあのサーチカードあるんですよデュアルフィールドの魔法かなんかそのモンスター持ってくるんでカードあるんですけどあれ実装してくんないのキモすぎるんだよねだ一応俺もデュアル詳しくないんで一応調べたんですよ OCG の方でどんなカードなんかスパークフィールドかなんか化合銃どっちか持ってこれるみたいなマジやべえサーチカードあって打天使の追放みたいななんかそういうカード実装しないと何なんいった1200はモンスター効果発動なんだろうなこれサイバーダークってことはこれあれですかデスペラードですかねデスペラードリボリバードラゴン系のデッキですかねまあ結構ねでもねこれダークホーンなるほどそうきたかマジのサイバーダークデッキか
俺のターン。ドロー。惑星探査者、マジで弱いけど行くしかない。マジで弱いけど、まあでもとりあえずプラネットパスファインダーとかいうマジで今召喚剣使ってフィールド魔法をサーチしてるやついないぞ、このように令和にもなって。絶対おかしいわ、絶対おかしい。で、化合獣オキシンオックスを反転召喚するのではないか。で、化合獣オキシンオックスをデュアル。そして化合獣オキシンオックスの効果により手札からデュアルモンスター1体を特殊召喚。現れろ、レッドアイス、ライトニングロード、エビルデーモン。さらに、いやこれね、エクシーズするよりも相手を破壊しに行った方がワンチャン強いな、これワンチャン強い。デスペラードリボルバードラゴンの守備力は低いから多分あのね、エビルデーモンでいける、エビルデーモンでいける、エビルデーモンでいける。で、サイバーダークエッジ、あ、でもあれか、デュアルしないの、間違えた、あぶれ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 、絆の力、バトルフェイズ、はい、いや結構これ召喚権の管理むずいな、結構召喚権の管理マジでむずいぞ、召喚権の管理はかなり難しい。カードは拾った、死んだっすかね、太鼓の白石、何な、な、なにえ、ブルーアイズ、やばい、ブルーアイズホワイトドラゴンやばい、そういう気か。サイバーダークセイガンですね、これ。まあ相性は悪くないです。あのサイバーダークカノンの効果で太鼓の白石をポジションを振ることができるんで相性悪くないんだが、これ白き霊竜飛んできたらマジやべえ。太鼓の白石、マジ聖眼だろ、聖眼で太鼓引いてろ、いやっ、でもこれ太鼓だったら終わってた、マジで太鼓だったらマジで終わってた。俺のターン、ドロー、ヒュードラゴン、ヒュードラゴン、ヒュードラゴンはワンあるな、ヒュードラゴンはワンある。化合獣オキシンオックスの効果を発動、これによってデュアル宣言をし、オキシンオックスの効果手札からレベル8の進化工獣ヒュードラゴンを特殊召喚、そしてレベル8のデュアルモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築していかざるを得ないといったところ、レベル8のモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚、超化工獣メタンハイドを特殊召喚、さらに召喚50メタンハイトの効果はエクシー召喚に成功した場合墓地のデュアルモンスターを特殊召喚できる、さらにスキルを発動していく、あの力発動は、そしてデュアル、さらにメタンハイトの効果強い、なんだこの最強展開、やばい、なんか強い、やってること最強すぎる、待ってめっちゃ強くないこれ。さあお前がお前の手で手札またはフィールドのカード墓地を送るな、そしてライトニングロードエビルデーモンの効果、うおーバトル、なんだこれ、なにやばい、死ぬ死ぬ、やばい、耐えた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 、バトル危ない危ない、あぶねー、神試合だこれ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、4連勝中のゴンゲンザが怖っ、4連勝弱ハンドちょマジで頼むよ、頼むマジで、マジで頼む、マジで頼むわ。ちなみになんですけど、この惑星探査者のところが化合獣のカニだったら結構強いんですよ、これカニ召喚してあのスーツエルムスつけてからモンスター墓地送った後で化合獣のあれあの打てるんで、墓地送ったモンスター蘇生できますし、モンスター増えるんで3体になるんですよね。魔法カードやばいかもしれない、機械複製術やばいかもしれない、これアークジェットライトクラフターこれ2体出てくる、俺はやばいことしてない、レベル9が3体、何が起きんの、レベル9 3体ってやばそうじゃない、 VFD ダイソンスフェア吸引力も変わらない、たった一つの装置機、え現れろ、はカードを見せるバトルだ、行け、強すぎたこのデッキおいおい、なんだこの天才デッキ